陸上自衛隊のヘリコプター事故で防衛省は死亡を確認した1人の身元を公表し第8師団の坂本雄一前師団長だと明らかにしました。 坂本前師団長は防衛省で中枢を担うポストを歴任し今年3月に第8師団のトップに就任しました防衛省はヘリコプターに乗っていた10人のうち死亡が確認されている他の2人の身元の確認を急ぐとともに海底で見つかった1人の引き揚げと行方不明となっている4人の捜索を続けます